皆さん、こんにちは。相撲業界はたびたびいじめや体罰などの闇が告発され、炎上したり話題になったりします。2024年1月16日には、週刊誌から千代志さんの未成年飲酒や九重親方のパワハラが報じられました。今回は千代志さんの未成年飲酒や九重親方のパワハラに関する歴史の意図をたどっていきましょう。2023年10月、名古屋場所に同行していた九重部屋の力士千代志さんが飲食店で支援者から勧められ、20歳未満にもかかわらず飲酒をしてしまったことが報じられました。店を変えて酒を飲み続け、2人は朝方にタクシーで愛知県内の巡業会場に入ったそうですが、千代志さんの体調が悪化し救急車で運ばれたとのこと。この一件は千代志さんだけでなく相撲界全体にとって大きな問題となりました。なぜなら千代志さんはその時点ですでに一定の実績を上げており、将来有望な力士として注目されていたからです。未成年飲酒は法律で禁じられており、それが公になったことで千代志さん自身だけでなく九重部屋や相撲協会全体の信用をも揺るがす事態となりました。未成年飲酒をしてしまった経緯について千代志さんは、お酒を勧めてきた支援者が一緒にいた天風さんとはまた別の兄弟子の知り合いだったこともあり、断ったらメンツを潰してしまうと思ったんです。最初は断っていましたが、飲め飲めと言われ飲まないといけない空気になってと語っていました。この発言からは千代志さんが未成年飲酒を行った背景には、力士としての立場や周囲の期待というプレッシャーがあったことがうかがえます。そして不祥事から約1ヶ月後の11月29日、相撲協会は千代志さんの引退を発表。ただ千代志さんはそれまで問題行動を起こしたことがなく、この一件のみで引退まで行くのは不自然でした。記事内ではその理由について千代志さんが九重親方から死ねばよかったと言われたことと、部屋で無視されるようになったことが原因だと結論付けられており、千代志さんはその状況に耐えきれず部屋から逃げ出したようです。週刊女性プライムの記事では、九重部屋の近隣住民からの話や喫茶店を訪れたことのある女性客からの話が次のように綴られていました。部屋のそばにある喫茶店では20歳未満の力士がよくタバコを吸っているんです。千代志さんだけでなく20歳未満の力士は他にもいました。店主は気を使い、力士が訪れている時はカーテンを閉めて外から見えないようにしていました。違法喫煙が常態化していたのでは。力士は主にタバコを吸いに来ていたようですが、20歳未満で喫煙している力士についても店主は黙認していたそうです。飲酒騒動後、店主は力士たちを甘やかしすぎたと話していました。なお週刊女性プライムの記者は、2023年12月の下旬に九重親方へ直撃取材をしたそうです。九重部屋にいる20歳未満の力士が喫煙しているとの話を聞きましたという質問に対しては、知らないの一点張りだったそうで、ネクタイ姿の九重親方は記者の問いかけにも足を止めずに歩き続けたとか。喫茶店で日常的に問題を起こした千代志さんの他にも未成年の力士が喫煙していたようですがという質問には、悪いけど俺に隠れて陰で吸っていたらわからないよ、その喫茶店の存在は知っています、千代志氏が他の子にタバコを強要していたんじゃないの、うちの部屋にはちゃんと喫煙所があるし20歳以上にはそこで吸うように指示していますとコメント。一人歩きしそうなくらいに目立っている発言、死ねばよかったについては、千代氏に死ねばよかったなんて言ってません、心配して飲酒で死んだらどうするんだバカ野郎と怒ったんです。それはみんな聞いていますよ。千代氏が部屋を辞めたい口実に嘘をついたんでしょうとのこと。記者は喫茶店サイドが力士の違法喫煙を認めていることにも言及したそうですが、返答は、20歳未満の力士に関しては俺の目の前でタバコを吸ったことなんてないからの一言だけだったそうです。これに対して千代志さんは記者からの取材に、親方にそのまま死ねばよかったのになと言われたのは、巡業先から東京の部屋に帰ってきた昨年の10月18日です。
一緒にいた千代天風さんと3人だけで親方に事情を説明した中でのことでした。経緯を説明して親方も理解してくれたと思ったら、1年間の外出禁止に加え本場所ごとにもらえる手当も1年間は没収すると言われました。そして死ねばよかったと、その言葉を聞きもうこの人にはついていけないと思ってしまったんです。またその後九重親方からパワハラを受けたことも語っており、経緯については10月19日には相撲協会に説明に行きました。協会の八角信義理事長も頑張ろうと励ましてくれてほっとしました。しかしその後の稽古では九重親方に腕立ての体勢で30分いろと言われ、それから一切声をかけてもらえなくなったんです。おかみさんにも謝罪をしたら受け付けませんと言われたばかりか、部屋の力士たちも声をかけてくれなくなって、10月21日は稽古で親方に無視されたことから、今後ちゃんと稽古ができなくなるなら力士としては無理だと思い部屋を出たんですとのこと。22日には地元の理髪店で曲げを切ったそうで、23日には九重部屋から荷物が実家に送られてきたとか、本人には知らされないまま24日に協会から謹慎処分が発表されたようです。相撲協会の反応は二分されており、親方なんだから冗談でもあんなことは言ってはいけない、本人は高校を卒業してから入門するつもりだったが九重親方がどうしてもと誘ってくれたから中学を卒業して力士になった、今はショックで裏切られた気持ち、部屋で全員から無視されるなんてあからさまないじめですよ、あの親方の元には返したくないと千代獅さんの肩を持つ関係者もいれば、勧められたとはいえ酒を飲んだ、親方や教会に迷惑をかけた後で師匠の対応に不満を持つのはいかがなものかと指摘する関係者もいるようです。なお千代獅さんはタバコを吸っていたことも認めており、親方にはタバコ吸っていたら背が伸びないぞって言われたことがあります、知らないわけがありませんと言及していました。未成年飲酒という法律違反行為だけでなく、それに続くパワハラ疑惑は相撲協会の組織体制や指導方法に対する疑問を投げかけるものでした。これは相撲界が抱える問題の一つであり、未成年の力士に対する指導方法や力士の人権を守るための制度が必要であることを考えさせられます。また九重親方からのパワハラ疑惑については、千代獅さんが部屋を辞めたい口実に嘘をついたとの九重親方の主張と、千代獅さんが親方にそのまま死ねばよかったのになと言われたとの証言とが食い違っています。これについては真実はどちらにあるのか現時点でははっきりしていません。しかしこの一件は相撲界におけるパワハラ問題の存在を改めて浮き彫りにしました。今回たどった千代獅さんの未成年飲酒や九重親方のパワハラに関する歴史の意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。